LL エルエルは2016年にフランス、ベルギー、ドイツで制作されたスリラー映画である。監督はポール・バーホーベン、主演はイザベル・ユペールが務めた。原作はフィリップ・ジャンが2012年に上司し、アンテラリエ賞を受賞した小説、王、oh! oh!』である。本作は第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、 パルムドール獲得にこそ至らなかったが、批評家から極めて高い評価を得た。特に、ミシェルを演じたイザベル・ユペールの演技は、キャリアベストの演技と称賛され、第89回アカデミー賞の主演女優賞にノミネートされた。ミシェルは自宅に侵入してきたスキーマスクをかぶった男にレイプされるが、男が去った後、彼女は何事もなかったかのように掃除を始める。 レイプの一報を聞いた、ミシェルの友人たちは警察へ通報することを進めてきたが、ミシェルは過去のトラウマから警察に不信感を抱いており、被害を相談する気になれない。ミシェルはレイプ犯が自分の知り合いだという確信を強めていった。モンスターがミシェルをレイプする CG 動画が会社中に送付される事件が起こり、ミシェルはまず反抗的な社員、キュルトを疑う。 そんな状況下で、ミシェルは自宅の外に不審な男がいることに気がつく。ミシェルは撃退スプレーを噴射したが、その男は元夫のリシャールであった。ミシェルの身の安全を案じてやってきたのである。この騒動の後、ミシェルは自分に連母していた別の従業員が動画を作成したことを知るが、その男はレイプ犯ではなかった。ある夜、ミシェルの自宅にマスク男が、 再び侵入してきたが、ミシェルは、揉み合いの末にマスクを剥ぎ取ることに成功した。レープ犯は近所に住むパトリックだった。これでもなお、ミシェルは警察に通報しようとはしない。それどころか、自宅の防犯を増強することすらしようとしない。ミシェルとパトリックの関係は結末に向けてエスカレートしていく。本作の監督を務めるにあたって、バーホーベンは、この映画を作ることで、 私は今まで自分が作り上げたことのないものを作れるかもしれないと思った。それは未知の世界への跳躍でもあるが、芸術家である以上、新しいことに挑むのは重要なことだ。私が一個の実存になることができるからだ。芸術家なら、できる限り未知の世界に足を踏み入れ、そこで自分に起きたことを見つめなければならない。と語った。第十七回カンヌ国際映画祭の 会場において本作が制作途中にあることが発表され、純粋なバーホーベン流の映画であり、極めてエロティックかつ盗作的な内容という説明がなされた。バーホーベンはニコール・キットマンならミシェルという難役を演じられるという確信を抱いていた。キットマンの他にもダイアン・レイン、シャロン・ストーン、ジュリアン・ムーア、マリオン・コティアール、シャーリーイズ・セロン、 カリス・ファン・ハウテンがミシェル役に想定されていた。バーホーベンはアメリカ人女優がこのような大胆な役を演じたがらないことに不満を述べている。バーホーベンはオファーを受ける可能性があった唯一の女優としてジェニファー・ジェイソン・リーの名を挙げたが知名度の不足から起用に至らなかった。当初、本作の撮影はシカゴかボストンで行われる予定だったが、 暴力的かつ背徳的な内容の作品をアメリカで撮影すると氷の美少の方向性になってしまうと判断されフランスで撮影が行われることになった。その結果バーホーベンはフランス語の習得に相当な時間を費やすことになった。2014年9月イザベル・ユペールがミッシェル役に起用された。ユペールは本作に関して私は 役の整合性については疑わなかった。もちろん、エルを、レイプやレイプ加害者に惹かれる女性という物語に回収するならば、この映画の糸全体がひどく狭い、偏ったものになってしまう。エルはそれ以上の広がりを持つ物語である。女性とは何か、男性とは何かといった安易な通念に従わないからこそ、ミッシェルは、面白いキャラクターになっている。誰が見ても、ルは、女性を、 主人公とした映画だ。しかし、この作品は、男性、自分を押し殺して、生きるとても弱い、とても脆い人間、についての映画でもあるのだ。だからこそ、この映画は、女性の自立を描いた映画になっている。と述べている。本作の撮影は2015年に1月10日に始まり、パリとその周辺地域で行われた。1月7日のシャルリー・エブド襲撃事件の影響を受けて、 警察署を借りた撮影ができなくなった。ミシェルの自宅でのシーンの撮影はサンジェルマンアンレーで5週間にわたって行われた。バーホーベンの演出はジャンルノワールのゲームの規則やフェデリコ・フェリーニの812オーソンウェルズの黒い罠に影響を受けたものになったという。なお、本作の撮影にはレッドデジタルシネマカメラカンパニー製の2台のカメラが使用された。 これにより撮影期間を短くすることができたという。2015年5月に開催されたカンヌ国際映画祭の会場で本作のポスターが初めて公開され SBS プロダクションズが本作の配給券を販売した。2016年1月16日、本作のファーストトレーラーと最終版のポスターが公開された。同年3月11日、 SBS ディストリビューションが本作の全仏公開日を2016年9月21日から同年5月25日に前倒しすると発表した。4月14日、第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門への出品が決まった。27日、本作の劇中写真数枚が公表された。2016年5月11日、ソニーピクチャーズクラシックスが 本作の北米配給券を購入した。カンヌでの上映後、ソニーは本作の全米公開日を2016年11月11日に設定した。本作はトロント国際映画祭、サンセバスティアン国際映画祭、ロンドン映画祭、ニューヨーク映画祭、AFI 映画祭でも上映された。カンヌで本作が上映された後、7分間にもわたる。 スタンディングオベーションが巻き起こった。ハリウッドレポーターのレスリー・ヘルプリンは今まで制作されたレイプ映画の中でも最高の作品、劇中でミシェルがレイプに対して見せた複雑な反応はフェミニストの怒りを買うだろう。しかし、あの描写は映画史で最も勇気を要する描写の一つであり、最も誠実な描写の一つであった。と評している。 カイエデューシネマのステファン・デロームはバー・ホー・ベンの衝撃的な復帰作だ。私たちはこれほどまでに大胆不適で芳醇な映画を想像だにしなかった。と称賛している。映画批評集積サイトのロッテントマトズには150件のレビューがあり、批評家支持率は89%、平均点は10点満点で7.9点となっている。サイト側による批評家の意見の要約は、 エルエルにおいて、ポール・バーホーベンは最大限の力を発揮しており、主演のイザベル・ユペールは見事な演技で作品に貢献している。となっている。また、メトクリティックには35件のレビューがあり、過重平均値は89、100となっている。ありがとうございます。